じゃじゃーん。おはようございます。さあ、絵本屋だっこ T シャツね、昨日取りに行ってきました。こんな感じ。見に来たい？見にどうしようね。ハヤトもね、あるんだけど、お客さんで参加するから、来たらスタッフみたいになっちゃうね。はい、ハヤトくんね、今これ見たくてね、パラパラしたくて、パラパラしたいの。はい。さあ、かみちゃん、きみさん、おはよう。来たよ。はい。はい。ね、色すごい綺麗に出てるでしょ。いいよね。二人は明日ね、事前準備でうちに集まってね、いろいろ会場にも。ああ、ダメだ。一緒に行くので、明日渡すね。よいしょー、くる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 。さあ、転がっちゃったので転がっ、ああ、ちょっと蹴らないで、めっちゃ蹴ってくる。なんか暴れております。よいしょー。えい。さあ、今日ね、インコパパさんリクエストでね、どこだどこだ読もうと思って、そうするとハヤトのね、学校行く前の時間なので、ちょっと早めです。はい、じゃあ早速飽きてくるからね、読んでいきます。映ってるかな。どこだどこだ、あ、いた。お腹の肉つねってきた。いくよ、読むよ、読むよ、にに。はい、どこだ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 。はい、見えるかな。よ、どこだどこだ、頭はどこだ。ここ、ね、トマトさんの頭はここです。ハヤトの頭も、はい、みんなの頭もなでなで。どこだどこだ、背中はどこだ、キャベツさんの背中はどこでしょう。見てるわ。ここ背中をさすってすりすり。どこだどこだ、お腹はどこだ、お腹どこ、ここ。はい、お腹を叩こう、ポンポコポン。どこだどこだ、足どこだ、ネギさんの足はどこでしょう。こっちかな、こっちかな。くるん。ここ緑の方でした。足の裏側、こちょこちょこちょ。どこだどこだ、手はどこだ。ここここ。最後はみんなでハイタッチ。アイタチできました。絵本にタチした。はい、おしまーい。はーい、今日の絵本は吉野直さん作ですね。どこだどこだの絵本でした。ね、吉野直さん元特別支援学校の先生をされていたのでね、とても作り方上手です。インクルーシブ絵本として触れ合いも楽しめて、ね、自分のその体の場所を触りながらね、感覚としてこう覚えていくみたいなところも狙いとしてね、入れて作ってくださった作品になります。なんかハヤトくんすごい元気。これパラパラしたくてね。ニーニーパラパラも好きで、本のパラパラ。はい、パラパラしております。さて、あ、ごめんなさいね、ガタガタと。おはようございます。あ、愛花先生、同じ名前の愛花先生ね。お邪魔してくださりありがとうございます。朝からおはようございます。そうね、時間あるときはね、平日ほぼ毎日ですけど、読み聞かせライブをしております。あ、太郎も見てたの？太郎おはよう。
さあイベントまでねもうあと2日だよね。今日木曜日金曜日、ということでねいろいろ準備も進めております。明日はね事前準備で午前中から、ね、クリジのあけみさん、かめちゃんね、うちに来てくれてちょっとお菓子の袋詰めとかねお土産の準備をしたり、午後から会場に行って会場設営、というところを明日はしていく予定です。ね、T シャツもできました。最初に言ったけどお土産の T シャツね、これ野田園江さんがねうちのロゴからしっかりこうデータ起こしてくれて、ね、それをプリントモンキーさんというところでね、作っていただきました。汗じみが目立たない色にしました。汗が止まらないのでね、いい色だなと思ってます。汗が目立たないいい色、夏でも安心ですね。これからイベントの時とかも来ていけたらいいなと思ってます。ちょっとね、ハヤと一緒だとね、賑やかで聞こえないかな。ちょっとうるさい、なんかテンション上がっちゃった。元気ですけども、はい、というところで、さあ賑やかなのでね、サクッとこの辺で終わりますね。皆さんね、申し込みいただいた皆さん本当にありがとうございます。ね、にぎやか、目標は会場50名、オンラインも30人ぐらい来てくれたらいいなっていうところだったんですけど、ね、結構ダンサーとかね、集団で団体での申し込みもあったりして、予想を超えてね、結構な人数来てくださるということで、とっても楽しみにしております。ちょっとにぎやかだね。不安もちょっとあるんですけど、できる限りでね、不手際もあるかもしれませんけど、多めに見ていただいて、ぜひ皆さんね、温かく見守っていただき、いろいろとお手伝いなんかをしていただき、助けてください。ぜひちょっと気が回らないところもあるかもしれないんですけどね、そんなところはまた終わった後にもね、こうしたらいいよっていうアドバイスなんかもいただけたら嬉しいなと思っております。初めてですけど、精一杯できることを頑張りたいと思います。オンラインで視聴、すごい声、オンラインでね見てくださる方もよろしくお願いします。ちょっとね、ズームとか、インスタライブとかどのくらい声拾うかね、こんな感じでもうハヤトとかお客さんとかね、結構にぎやかになる可能性もあるので、マイクは使えますけど、もしかしたら音声がねうまく届かないなんてこともあるかななんて、ちょっとね不安なところもあるんですけど、まず今年はちょっとその辺もご容赦いただいて、まずやってみるというところで挑戦させてください。ぜひ、はい、頑張ってください。 T シャツかわいい、嬉しい、ありがとう。みんなで来ます。ね、愛香先生楽しみにしてます。お忙しいのにね、お子さんと一緒に来てくださって嬉しいです。頑張ります。はい、それじゃあ今日もね、できる準備をしつつ、はい、イベントに向けて頑張っていきます。それじゃあ皆さん、この辺で終わります。皆さん今日も元気にいってらっしゃい。バイバーイ。